昔きっと一等船室かなんかだったのがやめちゃったんじゃない？だから次に救命設備についてご案内します揺れてる揺れてる。本船は安全航海に努力いたしておりますが、万が一のため客室には救命胴衣を備え付けてございます。子供がいなかったら帰れなかった。着用方法です。あら、うわ、いわゆる温度の瀬戸というところ。手前に注意書きが書いてある。 V を左に見て、あれ、旋回せろって。これこれどこまであんの？いや、ここだけ。なんかここよく出てこない。うん、この橋がほらまた結構観光有名になってるから。おお、あれが松山広島高速線だ。すごいすごい。それでもいいんじゃない？急回答するから気をつけてね。
回ります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 。なんか光も見てるよ。捕まってきて。じーっと見てた。うん、こうやって腕組み見てた。うおお。そこに V があって、だからこの V を右側通行で回らなきゃいけない。あ、それで、そう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 。いや、こんな本当の瀬戸の通過をかぶりつきで見られるなんてそうないぞ、だから。ここは別に授乳室じゃないでしょ。だから そこは授乳室だって。ここは何ですか。ここはだ普通の寝室なんだけどみんな来ないんだよ。知らないの。そうだよ。一個あげて一個。一個は大ちゃんにあげるよ。一個は大ちゃんに。うわ。あれかな、クルーズ来てるんだな。Should we shoot that?